吉田先生、よろしくお願いします。お願いします。本日の質問なんですけども、はい、元ボディービルダーの方から質問いただいています。はい、この方はタイトルも取られているぐらい本格的にボディービルをやられている方で、実際過去にこう俳優をやられておったので、こう結構ハードなダイエットをずっと続けてたらしいんですね。低グリセミックダイエットを長く続けてやられて、体調を壊されてしまって、なかなかこう体調不良に悩まされたらしいんですけども、最近ですね、北島先生のビデオを見ることで再びですね、ワークアウトをしてこう体を作っていきたいなっていう思いがあるそうです。でここでですね、以前のようなこう、ダイエットを行いながらですね、こう自重トレーニングをしていっていいのかっていうところと、あと空腹時以外もですね、こう食べるようにした方がいいのかっていうようなこう悩みを抱えてて、なかなかちょっとワークアウトに踏み切れない部分もあるそうなので、このあたりですね、ちょっとお悩み解決いただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、まずですね、最近多いんですけども、よくちょっと細マッチョコンテストとかに出てる方なんか、はい、もう1年も2年も鶏肉しか食べないみたいな、はい、すごいハードでストイックなダイエットをずっと続けてる方っているんですよね。はい、まあ、あれはああいう極端なことをやると体を壊す上にちゃんとしたコンディションも実はできないですね。はい、どんどん年々多分筋肉が小さくなっていって、張りもなくなっていって、ある程度の年齢になったら老化が進んでしまうんです。はい、ダイエットっていうのはですね、実際メリハリをつけてあげなきゃいけないんですよね。はい、ワークアウト、ウェットレーニングによるワークアウトと同じで、ダイエットの方も要はその環境を作ってあげることなので、はい、同じ環境をずっと作ってあげちゃうと結局それに慣れちゃって、その体で生きていけるように体が変わっていっちゃうんですよね。はい、ですから一年中ストイックなダイエットをつけて続けることによって、はい、まあ体が結局低燃費になろうとするわけですよ。はい、ですから有酸素運動ばっかりやってるのと一緒で、ダイエットをハードにずっと続けすぎてると筋肉を小さくして低燃費の体になろうとするので、はい、結局ワークアウトやっても何にもならず、はい、でずっとカロリーが低いので脂肪もあんまり落とした怖いなっていう予備タンクをちっちゃくすることになりますから、はい、ちょっとそれを恐れて小さくならなくなっちゃうんですよね。はい、ただ1年中ある程度のコンディションをキープしなきゃいけなかったら、やっぱりダイエットっていうのは必要になっていくんですけれども、はい、そういう場合何をしたらいいかっていうことですね。はい、まずあとダイエットはとにかく食事の回数を増やさなきゃいけないんですよ。減らしちゃいけないんですよね。食事の回数を増やす、はい、はい、どうしてかって言いますと、それには大きく2つの理由がありまして、はい、まず1つは食事をこまめにとることで何回も栄養が入ってくるので、結局同じカロリーでも安心感があるんですよね。定期的に食べ物が入ってくるなっていう、はい、常にこの時間間隔で、そうですね、はい、体が覚えるとそうです、はい、そうすることによって予備タンクを少なくしても大丈夫だろうということで脂肪が燃焼しやすくなります。はいはい、であともう一つはすごい単純なことで、はい、食事を一回取ると噛んで食道を取って動いて胃に入って、またぐしゃぐしゃ胃が動いて、でまた腸に行って腸で吸収するっていう感じなんですけども、はい、結局その一回物を食べることによって体がいっぱい運動するんですよね。はい、ですからその一回に食事をすることによって吸収するまでにカロリーが使われるわけです。カロリー、まあ、運動するわけですよね、体の中は。はい、ですからその食事の回数を増やすことで一食あたり何カロリーとかってこう消費されていくので、はい、それでもちょっと痩せやすくなりますよっていう2つのいいメリットがあるので、回数を増やしてもらいたい。はい、ただここで気をつけなきゃいけないのは、糖質の回数を増やしてしまうと何度か言ってますケトン体っていう第二のエネルギーが使えなくなってしまうので、はい、糖質は1日1回か2回ですね。はい、甘いもんとかパスタとか粉類とか、あとお米とか芋類とか、はい、そういった主食になるものは1日1回か2回に制限してもらって、はい、タンパク質を5回取ってもらうとかっていうふうにするとダイエットとしてはすごい成功しやすくなりますね。糖質を抑えてタンパク質をメインに、そうですね、ですから当然空腹じゃない時もタンパク質を取るっていうのは大事なことになります。空腹状態っていうのはすでにもう危険信号なので、空腹を与えることによってやっぱりその食べ物入ってこないんじゃないかっていう本能が働きやすくなってしまい、やっぱりその体脂肪を落としにくくなってしまうんですね。やっぱりどうしてもその脂肪を
多く予備タンクを多く持ってた方がいいだろうって思ってしまうので、空腹状態はできればなるべく作らないように。ですから空腹が起きないぐらい多い回数タンパク質を取ってあげると、かなりあのダイエットの成功率は高くなりますね。でそうすることによってあのタンパク質が常に入ってくることによって筋肉の異化作用も起きなくて、分解作用も起きなくなって、筋肉も育ちやすいですし、皮下脂肪も落ちやすくなります。あとこの方グリセミック指数ダイエットっていうのをやったようですけども、で根本的にグリセミック指数っていうのはですね、血糖値がこうあの糖尿病の1型糖尿病によりあのインスリンが出なくなった人を対象にした食事方法なんですよね、もともと。でどういうことかっていうと、血糖値が一気に上がらないようにあのなだらかに体に入っていくように考えられた数値なんですけど、そもそもそれはあの糖尿病の1型糖尿病の患者さんの体で実験して作っているデータなんですよね、ですからインスリンが作れる普通の人では全く当てにならないんですよ。あ、取ってる人は違ってるんですね。そうですよね、ですからあの結局インスリンが出てこないので油と糖分を一緒に取っても太らないっていうことがあったりするんですけど、インスリンっていうのは油をダイレクトに体脂肪に変えてしまうので、ですからその普通の人はグリセミックダイエットっていうのはほぼ効果がないっていうよりも逆に太ることが多いので、グリセミック指数を気にしながらダイエットをして痩せたってことはカロリーが相当低かったと思うんですよね。ですからでもカロリー低かったにもかかわらず皮下脂肪もあんまり落ちないので、極端な飢餓状態を作ってずっといたから余計体を壊してしまったんじゃないかと思うんですよね。ですからもうグリセミック指数は健常者があの健康な人が参考にしちゃいけない数値ですね、あれは。はい、はい、そもそもそれを考えないで、やっぱり糖分とあの脂肪分は一緒に取らない。タイミングとして糖分を取るときはあの糖分は2回ぐらい1日にとってもいいですけど、あの食事を取るタイミングを変えてもらう。タンパク質と糖分は相性がいいんですよね。糖分とタンパク質を一緒に取ることによってあのインスリンが出るのでタンパク質が吸収しやすくなります。であの脂肪分は逆に取ってしまうと、糖分と一緒に取ると太ってしまうので、あのその取り方は良くないです、でまあそういうとちょっと難しく聞こえちゃいますけれども、どうすればいいかって言いますと、例えばお米とかパンとかパスタを食べるときは、タンパク質としてあのささみとか卵の白身とか純タンパク質のさっぱりしたものを食べるわけですね、で赤身の肉とかも食べてもいいんですけど、牛肉とか豚肉とか多少油が入っている肉を食べるときは絶対にお米とか芋類とかそういう糖分と一緒に取らないっていうことが大事なんですね。そうすることによって同じものを取っててもタイミングを変えることによって太りづらくなったりとかしますので、あのその取るタイミングも気をつけてくださいってことですね。あとこの方は自重トレーニングで今やられているということですけども、結局あの筋肉を太くしたりとか、あのあとダイエットするのにあの脂肪を落としやすくする筋肉っていうのは側筋繊維っていうあの瞬発系の筋肉なので、あの自重トレーニングですと本当にスタートしたての時はある程度刺激が入るかもしれないですけど、あのやっぱりダンベルやバーベルを使ってもらわないとなかなかあの側筋繊維を刺激できないので、あのまあ久しぶりに始めて最初はちょっと反応するかもしれませんけど、なるべく早い時期にも、まあ、ジムに通ったりとかダンベルとかバーベルとか、家に買うなりして、あの重さをもっと増やしてあのワークアウトしてもらいたいですね。わかりました。まあ、初めは、まあ自重でもいいかもしれない。そうですね、まあ、最初腕立て伏せから始めても、ある程度効果が合うでしょうけども、特にその前にやった経験があればすぐに戻って、 ある程度力がついてきてそれじゃ軽すぎるので、まあダンベルなりバーベルを用意するか、あと近くのジムとかそういう公民館とか区民センターとか、あの市民センターとかに行ってバーベルがあるようなところでやるとか、そういうことをした方がより早く効率的に体が変えられますので、あの回数をよく腕立て伏せを最初やってて、回数を1000回にすれば太くなるんじゃないかって思う人いるんですけども、回数を増やしても太さは太くなっていかないので、ある程度までは、まあ例えば10回が30回とか40回できるぐらいまでだったら太くなるかもしれないですけど、それが100回が1000回になっても太くならないので、それを勘違いしないでほしいですね。わかりました。まあ、あの
ワークアウトで、はい、体調も整えて、はい、今まで体調不良だった部分をこう回復していきたいと思うので、そうですね、あの気をつけてほしいのは一年中ハードなダイエットをずっときっちりストイックにやり続けると体を壊してしまうどころか脂肪も落ちなくなってくるので、はい、あの1週間に1回ぐらいは、はい、あの何でも好きな食べ物を1人前だけ食べてもらうとか、そういうブレイクデイっていうのを作ってあげるとよりいいですね、はいはい、あとはシーズンによって多少のメリハリをつけてあげるっていうのが大事なことなので、はい、ちょっと太ったなと思ったら少しダイエットってい こう繰り返しを、そのしかもいいコンディションの中で上下してあげるとより体には負担かからないですね、はい、常にストイックに過ぎてもそうですね、やれないし、はい、すり減っちゃうから、はい、ある程度緩く幅持たせて、そうですね、はい、調整できるような、そうですね、でその幅を持たせる範囲が、はい、ある程度いいコンディションのところで幅を持たせてあげればいいっていうことですよね。うん、はい、そうしないとやっぱり体を壊す原因になりますので、はい、分かりました、すごい参考になりました。はい、じゃあ本日もありがとうございました。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。私の、チャンネル登録、YouTube のチャンネル登録をしていただければ、今後更新されるたびにあの通知がいくようになってますので、あのぜひ登録をお願いいたします。まあだいたい週2回ぐらいの更新はしていますので、あのそのためにいい情報をお伝えしたいと思います。あとですね、メールマガジンの方もやってまして、メールマガジンの登録をしていただくと、実はこの YouTube ではあの紹介していない実際 あの実技の動画なんかもちょっと出していたりするので、ぜひそちらの方の登録もよろしくお願いいたします。